世界中の本当のことは自然しかありません。やっぱりジープ、リアルと自然一緒になって、これは本当の一番深くディープなブランドエッセンスかなと思っていました。大きく2つあるんですけど、1つは日本全国で今活動しているグリーンバードのゴミ拾いの活動が被災地の支援にもつながるというオールジャパンクリーンアップという活動と、もう一つは全国の山をきれいにしていこうという百名山ゴミ拾い、その2つを柱としてやって 1.5 キロのボードウォークという、まあ、車椅子でも、まあ、ある程度行ける散歩道みたいなボードウォークというのがあるんですけど、それの補修と、あと、まあ、スキー場のど真ん中ですから、あのスキー場で非常に荒らされた森をですね、また復活するというような活動もしております。東北大震災の被災3県ともに森を作っているんですけれども、その3県でやるイベント、ここには、ジープを張り出して駆けつけてくださっています。木を植えただけじゃなくて、その植えたご縁をもとに交流し続ける、その森周辺の方々と交流し続けるところにあるので、それはぜひともお続けいただきたいと。そのフジロックの森というのが、あの将来的にそのお互いに興味を持つような関係が築けたらいいんじゃないかなと思います。リアルに触れ合って、であの環境のことを思い、なんかそれでアクションするっていう、まあ、そういう、こう循環を一つでも多くその機会を作っていければなと思っています。今後もですね、こういった自然を守る本当の活動をサポートしていきたいなと思っております。Life. Future.